一緒にディズニー行きたい人ね、あのー、まあ、ちょっと俺も、なんか曖昧な記憶あるからちょっと思い出すわ。あのね、大前提として、やっぱ、楽しんでくれる人がいいよね。やっぱり。行くならね。で、まあ、やっぱ街、知ってたディズニー行って、付き合いたてのカップルが行くと、 分かれる率めっちゃ上がるらしいよ。え、それどこの統計ですかソースはって言われても出せないんだけど、なんか、理屈は覚えてて、うん。いや、てか待ち時間長えじゃん。待ち時間。ね待ち時間が長い2、3時間あるから、その待ち時間の間に会話が持たなくて、なんか微妙な感じになりやすい。ディズニー同行じゃないんだけど、だからぶっちゃけ。これは。ね、なんかその待ち時間の間に、なんかこう、 ね、待ち時間とともに熱も冷めていくっていう <laughs>。話すことどんどんなくなるし、人多いまでストレスたまっていって、そのストレスが相手に向くんじゃないでも多分、知らんけど。まあでも、分からなくもない。うん。どの熱量で付き合ってるかにもよるよね。それはその人と。えマジで何年も好きでこの人とやっと付き合えたって人だったら、そもそも多分無言になんないと思うけど、いや、でもそれはその人の性格次第か。 あーまあ、どんな熱量で付き合ってるかによるわ、それは。な、まあ、あるらしいよ、でもそういうのが。まあ、そういうの加味した上で、今回話していきたいと思います。じゃあ、まず、栄えある1位はいきません。ええー、1位は、まあ、16残すわ。いや、16残したらばれる。はい、じゃあ、まず、はい。じゃあ、まず行かせていただきます。はい。それじゃあ、失礼して。よいしょ。じゃあ、まずですね、じゃあ、6位から発表しようかな。<laughs> うん本当は1、6残したいところだけだと6位から発表するわ。はい。じゃん。<laughs> いや、これは、多分メンバーの8割が共有だと思う。これ共通だと思う。まあ、多分5、6で争う。まあ、物好きは1に来るかなっていう感じ。それは。いや、もうだ、シンプルにね。コロンは、あの、あのね、絶叫系ね、苦手なのよ。いや、わかんないよ。 ぶっちゃけ、乗ったら楽しいタイプで乗るまでが怖い、食わず嫌いみたいなタイプの可能性もあるけど、過去に一緒にディズニー行った時は、もう、あの、何ホーンデッドマンションだっけなんか忘れちゃったけど、並んでる時に、もうね、 あ、もう、と、なち時間長いな、もう。もうなんで並ぶのか分かんない、もう。そんな、これほんま、ま面白いかな、と思って。あ、タワーオブテーラーだったらごめん、ちょっと俺ディズニーにわかるからちょっと分かんなかったわ。タワーオブテーラーだったわ。ホーンデッドマンションじゃん。俺、俺の中じゃあれ、ホーンデッドマンションだと今も思ってたけどね。なんで君らに訂正されなあかんねん、俺が言ってんのに。それ。あ,あねえ。 もう永遠に待ち時間1時間半ぐらいがもう帰ろう、もう,もうやめろ、とかもう言われ続け、乗ったら、あ、なんかそんな怖くなかった。もう、あ、なんか一緒に終わった、みたいな感じで言っててね、でもう怖怖いやんけん、お前と思って。あの、待ち時間の間、いや、怖いの。え、絶叫系苦手なのって。まあ、苦手だったら、まあ、ちょっとわかるじゃん。ねでも、認めないのよ。それ。<laughs> 認めないでただ並んでることに対しての文句をずっと言ってくんの <laughs>。なんか超怖がりなさ人をさなんかこう無理やり乗せるっていうあれはないのよ俺は別にさ苦手なものは苦手じゃんって感じなんだけど苦手って言わないからうーんえマジ結局乗り終えるまでこいつは苦手なのか苦手じゃないのか本当に退屈なのかが分かんなかったからシンプルに。 嫌なやつ <laughs>。並んでる時に。待ち時間長い。コロ,ンコロンと、誰か女の子が、だから、その付き合い立てで言ったら間違いなく分かれる、その典型だと思うわ。テンプレ間違いない。うん、さっき言った話だけど、これもテ,テンプレです、これは。絶対分かれると思うわ、これ。ま応、あ、1億の理由で、えー、堂々の6位フィニッシュです。はい。まあ1、2、3、4、5、まあ、こっからはね、なんか別に、なんだろう。 あー誰が1位になってもおかしくないぐらいなんだけど、ここはね、なんか1位も5位もない、正直。ないけど、まあ、つけるわ。じゃあ、2位からいこうかな。うーんとね、えーっと、いくわ。じゃあ、2位、2位、2位いきます。いや、これちょっとつけんのあれやな。つけんのあれやな、これ。 ちなみに、二人で行くって考えた時のランキングにするわ、これ。二人で行くって考えた時のランキング。はい。それでは2位、発表します。あ、待って、これ俺もいるんだ。あ、俺もランキングに入れないといけないんだ。俺の順位から行こうかな、じゃあ。いや、い,いや、俺次にしよう。はい、じゃあ、はい、だん。2>, 2位、ルートです。はい。これは、まあ、なんでルートかというと、ルートはね、あのー、 ディズニーにもし一緒に行ったっていう風に仮定して多分行きたがってる時じゃないと行かないのよ。無理やり行くっていう選択肢はないじゃん。だからその興味あることに対してものすごいフットワークが軽いタイプなのね。だからアトラクションとか多分効率的にこう回った方がいいですよとかなんかね調べてくるのよ。若干は。おそらくね。だからなんか無駄なくなんか 乗り物とかも楽しめるうん。その信頼感あるわ。なんか無駄、無駄のない動き、ベクトル的に。うん。まあなんか隙がなさそうだよね。なんかシンプルに、ああ、遊園地楽しかったってなりそう。<laughs> 終わった後疲れるけど、ディズニー楽しかったとか、ああ、遊園地楽しかったタイプ。うん。え、俺もそのタイプそう。あの、 相手によるわ行く相手がめちゃめちゃなんかこういや違う俺の気合次第なんだよなそれはまあでも確かに同じその熱量あったらまあ、調,べ調べる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 タイプ俺もそっちタイプだねでまあ俺の順位行くわ俺の順位はまあまああ <laughs> あのー、はい <laughs> 引 <laughs> 引く <laughs> 引く <laughs> いや1号は言うてでもそんな変わらんぶっちゃけ変わらん <laughs> いやでもそもそもそんなに行きたい熱量ないのよ元がうん乗ってる時の俺だったらまあ2ぐらいには入るかもしれないけどなんかその自分が乗ってるところをあんまり想像しにくいというか うーん、なんかねー、ちょっとその想像のしにくさからこれは5位ぐらいなのかなっていう。まあまあ楽しむよも。もちろん楽しむんだけど、なんか、多分ルートと一緒に行ったら任せるわ、俺多分。任せる。俺は調べないと思う、多分。<laughs> 熱量が。なんか他にやってくれるやつがいたら多分俺任せちゃうタイプ。 <laughs> そう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  <laughs> まあだからなんか <laughs> まあ俺じゃあ自分の順0につけるの難しいけどこれうーんまあここかなまああのうぶれたら2位うわぶれたら2位ぐらいやる気やる気モリモリだったらあまあでも21位位あるわ1位もあるかなやる気あったらそんぐらいいやなんかね多分あの相手がなんか俺が好きな人とか女の子とかだったら好きなことがあったらあの計画を練る 上に多分全部起こると思うんだよね。うん。そういう面で含めて多分俺1位。多分1戦も出させないよ、俺相手に。っていうので、1位ね。その場合はね。いろんなあのパターンあるから。<笑><笑>まあでも <laughs>、まあでもこのランキングで言うとここ。まあ、無難にここ。はい。で、次。じゃあ、4行こうかな。4。いや、3から行くか。えー、3はですね、あ、これはね、迷わず決めれるわ。3は、よいしょ。 想像できるみんなさん、誰か。なかなか。やべ、ちょっと待って。ちょっと。いい位置に行かない。はい !3、おなーくんです。はい。あのー、なんか、これはね、ディズニーとか、そういう楽しいところに行ったときって、嫌な顔しないと思うんだよね。なーくんは。なんか、 忙しいとか,なんかそういうのを全部除外して何にもないフリーの日だったらなんかシンプルに、あのー、基本的にね笑顔なのよそういう時なんか、ね、楽しむ時は全力で楽しむのだから、まあ、3位はね、まあ、3位って言ってもまじ、あ、これ1ゴツ大差ないんだけど正直うん、まあ、全力で楽しみ全力で遊ぶっていう あまあ、ここまでとなんとなくでももう分かられちゃってると思うんでなんとなくねもうあの同時フィニッシュします4位5位は同時フィニッシュしますよいしょえー、それではねあれあれい,いないいな,くなっていなくなったいなくなったはーいじゃあ気になる1位と4位こちらですどうぞじゃん <laughs> 意外コメントジェル1位っていう人多かったね。これ意外これ意外だったあのー、なんか、リーヌは、あの、なーくんと同じで、あのね、嫌な顔多分しないと思うんだよね。まあ、そんなに楽しそうにするかと言われたら結構無表情みたいなところはあるんだけど、無表情なりにも、なんつうんだろうなー あのう、ー、んーとねー彼ね基本的にね余計なことしないのよ <laughs> そうあの余計なことしないのよもうそれにつけるねそうなんかすごくいいところがあるわけじゃないんだけどマジで余計なことしないのよ <laughs> そう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 ,うん マイナスがあまりないの。害がないのよ、本当に。いや、別になんか誰かが害あるとか、なんかそういう話をしてるんじゃなくて、なんか一番ね、うーん、なんだろうね。軽く遊びに行きたい時に、ちょっとこう、連れてきたいみたいな。一人で行くのはちょっと寂しいんだけど、まあ、一人の気分味わいつつ、あー、そうだね。うん、なんかその、話したい時にこう、答えてくれるみたいな。 害がないのよ、本当に。これは、まあ、プラスなのかなと。もう、ここまで害がないとプラスなのかなっていう。まあ、よ,そうよく言えば、だから安定感というか。うーん、悪く言えば、む。<laughs> む。多分ね、リーヌ・とデートしても面白くないと思うね。はははははは。うん。 おそ <laughs> らくだけどリードデートしても多分面白くないと思うわ俺は <laughs> でもなんかこういうなんか遊びに行く時とかだったらなんかねいい感じだよそれはジェルはあのー、なんつうのかなあのねテンションの差がね多分すごい激しい気がする俺はなんか疲れたらダイレクトに疲れるタイプだからそうなのよ あの、疲れた時に、ちょっと、だるそうだなと思って。<laughs> <laughs> オフのスイッチが入った瞬間に、ちょっとだるそうだなっていう、そこがあるね。それは。そのタイプよ。だから、その以下の理由で、上記の理由で、このランキング、納得のランキングなんだよな、俺の中じゃ、これは。割とね、いい分配してると思うわ。 だるいかだるくないかなの、いや、それはね、でかい。いや、でもぶっちゃけ1位5位、マジ大差ないのよ。ここは。うん。あの、5から6は結構差があるんだけど、うんあるんだけど、もうだから、もうこうなのよ。もうこう。<laughs> こうやね。このランキングは、間違いなく。まあ、色もありますよ。5、6の差は。 <laughs> ちょっと8ぐらいまであるのかなって。8ぐらいまで見えてんのかなってあるね。6は。ユニバイクにしてもこの順番ですかうん、なんか、そうだね。割とこうなんじゃないかな。あ、でも、なんか、6人で行ったときになってきたら、 あ、でもそれじゃあこの前提が意味わかんないから。一緒にディズニー行きたい人の前提がちょっと意味わかんないけど、6人いた時で、なんか一番盛り上げてくれそうな人っていう方、あのジャンルだったら、変わってくる。ランキングは。2人の時ってなった時に、まあ、こうやなって。そこはね、やっぱ違うわ。ユニバだとジェルよく知ってるんじゃないいや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 、そんなユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかいかんやろ。そんな。 行ったことあるとしても多分3回ぐらいやろ。おそらく。3回だったらそんな変わらんよ。てか新しいのもめちゃめちゃ出てるから、多分最近の知らんでしょ絶対。もう、東京に住み始めてから。もう過去のユニバーやん知ってんの。そもそも。はい。まあそんな感じでございます。納得のね。まあ割とうなずいてる人多かったんじゃないじゃあ次、次の募集するよ。何がいい もうなんでもいいよ本当にバツサバスやっていくからね。じゃか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 すげえいっぱい来てんな。えどうしようかな。えじゃか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 じゃん。ああの一緒に住むならあいいねいいねこれメンバーやってたなこれさあるかな。じゃん一緒に住むならあーこれはまあ考えたことなかったけどちょっと今軽く考えていい えー、一緒に住むならね。ああ、オッケー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 。うーん。はい <laughs> はい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 。ああ、分かった分かったフィーリングでいくわ。フィーリングでいく、フィーリングで。 えー、それではですね。じゃ、第3位ぐらいから発表していこうかな。3位。いきます。3位の方、こちらです。はい。<laughs> あのー、害がない。<laughs> 害がないね。うん。害がないと思うわ。やっぱり。 なんか、同じ家だとしても、多分干渉しないときはとことん干渉しないし、あ、なんかちょっと今からあそこ行きたくねって言ったら、行きたーいって言ってきて、まあ、害がなく多分出かけに行くそれは、いや、2、2ぐらいあんのかな ?2 ぐらいあんのかないや、ぶっちゃけ俺これまだ1位誰か分かってないんだよね、これ今。まあ、あとで変動はあるかもしれない。 あとで変動あるかもしれない。並べていって、ちょっと変わるかもしれない。これは。まあでも、その害のなさが、やっぱ、この3位にふさわしいのかなって。うーん。<laughs> 害のなさがね。<laughs> そんな感じだな。じゃあ次。じゃあ次。あ、この子の順位か。この子の順位。うーんとねー。うーん。あー。あー。ちょっと待って。なるほどね。 5位からいっていい ?5 位からいくわ。じゃん。はい、コロンです。はい。あのー、なんでコロン5位かっていうと、そのイメージの問題なんだけど、 なんか多分、部屋の、共用部の使い方で、ストレス溜まると思う、俺が。おそらく。あのー、賞味期限切れたものをやっぱ冷蔵庫に入れておきたくないしん、なんかちょっとそういうイメージやっぱ強いんだよな。まあでも、遊びに行こうってなった時に、 ま、あすぐレスポンスが来る場所はいいなと思うから、一緒に住むんじゃなくて、同じマンションぐらいがちょうどいいと思うわ、俺は。同じマンションとか。同じ部屋ではないのよ。<laughs> あの、パーソナルスペース自分で持ってもらって、自分の家は。そんぐらいだったら、その、あの、うん、そうだね。それだったら、結構高いね上、上位ね。同じマンションに住みたい人ランキングだったら、 すごい上だかもしんない、これは。1、2に来るわ。ま、だ同じ家だったら、ちょっと、ま、ここかな。うん。最下位じゃないんだ。<laughs> 最下位だと思ってた。いや、俺もね、ちょっとこれ、いろいろ思うとこあんねん、これ。で、えー、じゃあ次行こうか。ここむずいなーここむずいなーあ、リールモッと上かなーこれ、マジむずいな、これ。あのー。<laughs> ああ、そっか、俺がいるのか。あ、俺がいる以上、俺が一番に来るのは当たり前。当たり前なんじゃないか、これ。あれあれそれは、そう、俺でしょ。冷静に。いや、でも俺が二人いてもちょっとうざい。いや、うざくねえな。この場合に限っては別にうざくねえな。はい。俺は、俺と一緒に住みたいっす。いや、当たり前。 当たり前よ。だって、価値観同じなんだもん。その洗濯機のさ、なんかその、どんぐらいの洗濯するとかさ、あのー、なんかそのリピングの使い方だったり、そのゴミの対する考え方だったりっていうのが、やっぱ同じなわけで、共に暮らす以上そこがずれてるとしんどいんだよ、絶対。ストレスが溜まる。一緒にいて。うーん。だから、こういうところで多分同じぐらいな、 やっぱ感性は欲しいんじゃないかなと思ってまあ冷静に自分でしょここは冷静に俺まあそうだよねっていういや同族敬語的なことは大丈夫あの俺ベタベタ絡むタイプじゃないから俺自身があの自分が話したい時に話したい人だからまあ噛み合わなかったらあ今話したくねえ気分なんだなって言って下がるし話したいがかぶったらじゃあどっか行こうぜってなるからあの コスパいいと思う俺便利ただ、なんかこう、一生こう、なんつのかな、うーん、今日ガラガケ行こうよ、今日ロッカー行こうよ、今日飲み行こうよってこう、一生どっか行くタイプだったら、ちゃ合わないかもしれないけど、あの、ちゃんと距離感を保,れる保ってる人だったら、もう、めちゃめちゃ合うと思うわ。自分で言うけど、合います。はい。で、あとが2、ね、2、4、6年。2、4、6年。うん。じゃあ、 4から行くか。ああ、これめっちゃ迷うな。これめっちゃ迷うな、これ。ああ、これめっちゃ迷うな。4から行っていい。4から行くわ、じゃあ。えー、4が、 そう,だそうだなそうだなこれはこうかなーでも、こうなのかなーはい。ジェル。ジェルでございます。まあ正直、リーヌー4ジェル3でもいい。どっちも変わらねあの、 無害。<laughs> 無害。無害、無害連中なのよ、本当に。無害な二人なの。<laughs> なんか、部屋の内装についてあれこれ口出してくるわけでもなく、俺がああしたいんだけどどう思うって言ったら、いいんじゃねって言ってくれそうだから、うーん。なんか、多分一緒に住んだら俺の部屋の色が強くなると思うけど、無害なのよ、本当に。この二人はマジ無害だから、 まあ、三、四、まあ、どっちでもいいけど、まあ、こうなのかなっていう感じね。うん。ふさみくん、無害大好きなんですね。いや、大事よ、無害っていうのは、本当に。本当に一番大事な何よりも大事だと思う、そこが。じゃあ。じゃあ、2位と6位、同時に行ってもいいっすか。同時に。いや、の、これはね、これはね、俺はマジでみんなを納得させる理由を吐けると思う、俺は。本当に。 納得の理由出せるる自信あるよ行きますはいせーのはいどうですか意外意外だったこうでございますいやでもねあの明確な理由あってあのー、なーくんのいや行ったことないんだよね唯一メンバーの中で行ったことなくてえどんな生活してんのか全くわからんのよ 本当に、もう家が綺麗なのか、汚いのか、どんなコーディネートしてるのか、何があるのか、何にも知らんもう想像できんのよ、これ。わ <laughs> からんのよ、どうなるかが、だから。だから、まあでも基本的に、まああと、忙しい。うん。忙しくて家にいないんだろうけど、まあそこはそんな重要じゃないんだけど、家にいるかいないかは、わからんのよ。どんなその、 生活して、どんな家具が好きで、みたいな。性格、なんかわからん。そう。全然わからんの、ね、よ、そこが。だからね、わかりません。ええ。わ <laughs> からないんで、こうです。で、まあ、ルート2は、あのー、なんだろう。ま、外は、 ちょっとしつこいとこありそうだけど、うん、ゲームしよう、ゲームしよう、ゲームしようってなんかこう永遠に言われる日もありそうな感じするけど、あのー、まあ、基本的に、なんかね、なんつうのかな、スマブラやろうぜとかなった時に、まあ、スマブラじゃなくてもいいんだけど、あのー、いい戦いできるから、 まあ遊びには困んないだろうなっていう。遊びには困んないし、まあ家もきれいだし、うん。なんか、いけそう。意外に。趣味合うかって言われたら、まあ別にそんなに合致するわけじゃないけど、あ、違うわ。やろうぜって言ったら、多分そこそこできるんだよね。 何でもできるようになるタイプじゃん。だから、もし俺が興味持ってこれやろうぜって言ってやってくれた時に、多分ね、何でも面白くなる気がするのよ。戦いものでもそうだし、何でもそうだし。だから、まあ、おもろいだろうなっていう、納得の鬼。<laughs> やっと無害以外の理由来た。無害以外の理由 <laughs> いや。いや、いや、無害ってめちゃめちゃでかいからね、言っとくけど。無害超でかいから。ただ、 1K だったらってなったら話は変わってくるわ。1K。部屋が一部屋しかないやつ。これ、リビングがあって自分の部屋がある前提のランキングだから、1K ってなったら無害が一番上に来るよ。おそらく。1K はね、部屋1だったら。自分の部屋がある状態だったら、こう。<laughs> あのふのランキング理由が明確でおもろい。 いやそれはねやっぱもう言いますよちゃんの理由があるからやっぱ何事にもなんか想像できるでしょその部屋1だったら無害が強いのよ最後まで見てくれてありがとう動画投稿の他にも生放送とかやってます通知をね入れていただくと生放送の通知が来るようになるのでぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとねツイッターとかもやってるんでねぜひツイッターの方でも仲良くしてください じゃ、また次回の動画でじゃあなー